YBCL バンカップ準決勝フレッソ大阪戦の予想フォーメーションはこちら。じゃん。ゴールキーパーがザイオン選手、ディフェンスラインが右から西選手、岩波選手、ショルツ選手、秋元選手、中盤に平野選手、柴戸選手、右サイドハーフに関根選手、左サイドハーフにゆるき選手、トップ下に小泉選手、トップに江坂選手、こちらのフォーメーションで予想しています。予想スコアは江坂選手の2得点で2対0で勝利すると思います。皆さんの予想フォーメーション、予想スコアもコメント欄でお待ちしてます。この試合の注目ポイントは小泉選手、坂本選手の前橋育英指定対決です。緩急のあるキックフェイントで一気にブレイクし、日本代表まで上り詰めた坂本選手ですが、あのキックフェイントの生みの親は小泉選手なんです。中学の頃、小泉選手のキックフェイントに憧れた坂本選手は練習を積み重ね、自分のものにしたそうです。チームメイトとして共に成長してきた2人が K1 の舞台でどんな戦いを繰り広げてくれるのか注目です。まずはレッズの攻撃についてです。セレッソ大阪は基本 4-4-2 のフォーメーションでスタートします。レッズは前線2枚でプレスをかけるのに対し、セレッソはダウン3を形成したり、キーパーが間に出てきたりして数的優位を作り出しています。レッズはフォワードの選手に連動して、サイドハーフの選手、ボランチの選手がプレスをかけ続ければ相手のミスを誘い、前回対戦時の関根選手のシュートのようなチャンスを作り出せると思います。これにセレッソは前線からプレスをかけ、ディフェンスラインを高く設定するため、前回対戦時の江坂選手、ゆるき選手のゴールシーンのようなディフェンスラインの裏のスペースが狙い目です。足元でボールをつなぎながら相手の背後を狙ってボールを奪いましょう。続いてセレッソの攻撃です。シーズン序盤、セレッソの2トップは横並びでしたが、ここ数試合は縦関係となり、1人が降りてボールをもらい、もう1人が飛び出す連携が多く見られました。むやみに食いつくと裏のスペースを狙われる可能性があります。キーパーとディフェンスラインがうまく連携を取り、背後のスペースをケアすることで失点を防ぐことができるでしょう。この試合の注目選手はザイオン選手です。セーブはもちろん、足元の技術が非常に高い選手です。特に前線からプレスをかけてくる相手に対しては、素早い状況判断でロングパスかショートパスかを使い分け、質の良いボールを供給することができます。前から来るセレッソ大阪を破壊するには、ザイオン選手のフィードが一つのポイントとなってくるでしょう。なんとしてでも勝利をつかみ取り、決勝へ駒を進めましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Let's! We are!